圭とサニーブロスフィールドスタッフの早田です。今日はお越しいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。はい、釣り子さんが来てくださったということはこちらのブース、はい、紹介のお時間がやってまいりましたということで、今日は2人でブースで今販売中のものとそれから今年の新商品ちょこっとだけね、グッとめちゃくちゃボリュームあるんでグッグッグッと短く、はい、濃い内容でお届けしたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。ということでちょっとじゃあこの辺はもうさらっといきましょう。一番の目玉だったんですけど、もう初日にして残り2つ、はい、こちら昨年発売されたフラットスタイルのベーコンさんという超スーパーペインターさんのワンオフカラーになっていまして、タイアップに塗っていただいたものが、こちら価格としては1万円だったんですけれども、はい、一番今好調で、はい、もう今残り2点ということになっております。はい、はい、でそれから、まあ、こちらですね、上間がフェスの時もスリコさんの動画で、紹介させていただいたブラッドスタイルなんですが、こちらのキープキャスト限定カラーが4色出ます。はい、ガルグレー、それからレーモンクラック、はい、そしてクラックピンクと、実はもう1色あったんですけど、もう1色はちょっと好評につき売り切れちゃいます。そうですね、土曜日分は売り切れということで、日曜日はまだ残ってます。はい、ちなみに4色だったら、はい、早田さん推しカラーは、僕はですね、はい、推しはこちらのガルグレーですね。こちらクリアウォーターでもあのマッディウォーターでもあのいい感じっていうか、はい、あの使っていただけると思います。まあ、背中にあの、ね、あのテープ貼って蛍光をつけていただければ、まあ、より視認性良くなるんじゃないかなと思いますけど、つけなくてもあの十分にあの視認できるカラーになっておりますので、これからの時期にあのぜひおすすめです。はい、以上です。はい、そしてブラッドスタイルといえばですよ、待望のこちらリップとテールが登場いたします。こちら販売がなんとキープキャスト限定となっておりまして、はい、待望なのに限定ということで、ただブラッドスタイルにこれこのようにセッティングしていただければ、はい、簡単に取り外し取り付けできますので、はい、ぜひ手に取っていただけたらなと思います。限定ですけどね、はい、こちらも使います。かけてる面を上にしていただいて押し込めばそのまま使っていただくことができます。はい、いや実際これかなり2ヶ月3ヶ月使い込んでいるんですけれども、同じルアーなんですけど全く別の味付けになりますので、はい、よりブラッドスタイルを楽しんでいただけると思います。はい、そして、はい、続きましてちょっとこちらドドドンと4月末発売店頭発売の3種類紹介したいと思います。こちらからワームですね、ダブルウィップ、このワームの前身となるドラッグウィップ、大変好評いただいてるんですけれども、こちらをフィールドスタッフの方々が切って貼り付けて使ってて、めちゃくちゃ釣れるぞということで商品化に至りました。はい、お楽しみに。そしてこちら OB ですね。まずは、ウェイト重さが 8g と 11g の2パターン発売予定です。あと特徴としては、シミーフォールですね。着水後すぐに、動き出すシミーフォールが特徴となっております。あと付属品としてこちらのガードがついてますので、こちら、世界初だったかな。そうです、はい、はい、で、こちらのバイブレーションの口から取り付けられるようになっているので、まあ、好みに応じて、つけていただいたりつけなかったり、して使用していただければなと思います。はい、はい、またパッケージもかっこよくないですか。めちゃめちゃ洗練されたサリーブロスらしいデザインになってますね。はい、自分がこのまま置いときたいぐらいですね。で、先ほどのワイヤーガードはパッケージのこの中に同封されておりますので、はい、お好みでお使いください。はい、はい、そして好評いただいておりますフラットスタイルの新色3色ですね。はい、はい、こちらを4月末で販売させていただきますのでよろしくお願いいたします。はい、こちら D4 です。コンパクト羽物のパイオニア、はい、こちらです。 M タックル、MH タックルでも誰でも簡単に投げて巻くだけで釣ることができる D4 のキープキャスト限定カラー、クラックバスカラーというふうになっております。まあ、このスタイリッシュな
ボディラインにふさわしい、なんとも勇ましいというか、そうですね、男らしいカラーですね。欲しいです。欲しいですね。はい、僕らが使いたいカラーになっております。はい、はい、こちら土曜日もね大変好評いただいておりますので、日曜日もぜひお買い求めお待ちしております。はい、お願いします。はい、そしてはい、こちらグランビーですね。皆さんグランビー使ったことありますか？これね、店頭にも出てたんですけど、キープキャストモデルはなんとめちゃめちゃかっこいいカラビナ付き、これがねやっぱりついてなかったんで、ポーチとしては使えるんだけど、ちょっとこうなんだろう、持ち運ぶとき、それから釣りするとき、結局車の中に置きがちだったんですけど、これがあることによって、まあご自身の釣りのバッグだったりとか、ライフジャケットの D 缶なんかにぶら下げて、はい、携帯することができますので、こんな感じで、はい、スタイリッシュにつけることができます。めちゃめちゃいいですね。はい、素晴らしい仕上がりになっております。はい、簡単に撮れていきます。はい、そして最後こちらですね、 T シャツですね。はい、僕らが着ているこちら袖にですね、スナッパー、はい、はい、スナッパー、こちらスナップがモチーフになっておりまして、はい、皆さん釣り人だったらスナップ使われますよね。はい、そういったスナップを使うアングラーはこれからスナッパーと我々がそうだ、チームを組んで、はい、皆さんでスナッパーとしてチームボンビーしていきましょう。はい、はい、ということで、ざっとねちょっと長くなってしまいましたけども、サニーブロスの商品を紹介させていただきました。あ、それから最後に、いや、あの子供ちゃんとかね、サニーブロスのブースに来て、あ、なんかちょっとお小遣いがとか、ね、土曜日に使いすぎちゃったなんて方はご安心ください。ブースに来ていただいた方全ての皆様に、はいはい、無料のカレンダーをプレゼントさせていただいておりますので、ブースにぜひ遊びに来てください。はい、はい、それではサニーブロス、ブース紹介、三宅と早田さんでした。はい、皆様のご来場お待ちしております。TV です。バスを釣るときに水深が岸から測れたら、こんなに便利なものはありません。リパー魚群探知機だったら岸から水深水温測れちゃいますよ。詳しくはウェブサイトをご覧ください。